はい、こんにちは。マイチャンネルマイハートです。はい、今日はこちらですね。うん。海外版妖怪ウォッチの妖怪メダルです。先日ですね、開封しましたこちらの海外版妖怪ウォッチ。はい。これと一緒にですね、売っておりました、この妖怪メダルですね。はい。シリーズ1って上にちょっと書いてありますから、うん、おそらくシリーズ2とかシリーズ3とかあるんでしょうね。うん、まあ、出てないのかもしれないけどね。うん、とりあえず、あった2つを買ってきました。はい。パッケージはこのような感じになってますね。妖怪ウォッチって書いてあって、はい、兄貴とコマジオと、ワカメくん。ワカメくんか。がありますね、はい、ここにケイタ君がいますね、はい、3って書いてあるからおそらく3枚入ってるんだと思う。そうだね、うん、じゃあ早速開けていきましょうか。記念すべき1パック目ですね。はい、はい、まあこの第1っていうのは第1章と同じだね。どういう風に入ってるんだろうこれ。じゃあ行きますよ。一斉に行くよ。一斉のはい。あ、こう入ってた、うん、なるほど。お、こんな感じだ。昆布さんと同格がとりあえず出てきましたね、はい、あとこちらなんかラインナップ表があるみたい。とりあえず開けていきましょうか、はい、最後の1枚は何でしょうか。こちら、お、ホロだ。うん、何これ。はい、1パック目に出たのはこちらの昆布さん。はい、同格。同格、名前わかんない。これわかんないね。でもホロが出ましたね、うん、もしかしたら必ず1枚ホロなのかな。うん、2パック目、はい、平身くん取り出してください。はい、はい、いきます。せーの、ほい。極道、極道、極道とグレルリン、グレルリンと極道だね、うん、この進化系が出ましたね。はい、はい、でもう一つはこの中、こっち側にもう一枚入ってます。はい、はい、せーの、ほい。おー、またホロだ。ホロ、プラチナ核、プラチナ核か。はい、2パック目に出たのがこちらのグレルリンでしょ、はい、極道でしょ、はい、最後にプラチナ核ですね、はい、これもホロでした。結構キラキラしてるね、はい、ワクワクですけれども、はい、音声聞いてみましょうか。はい、はい、じゃあまずは昆布さん、昆布さんから、はい、ドキドキ。サマリンハートボー、ちょっとわかんない。意味わかんねえ。同格。はい。サマリンハート。レッドベストジャケットピンクライト。カスタムわかんねえ。意味不明。カスタムやった。うわ、もう聞き取れない。はい。正体不明のこの人ですね。はい。フォローです。ハーフだ。コーナープレンティ。え？なんかコーナーペンティって言ってるよ。コーナープレンティ。グレリン。はい。サマリンハーフ。ハーフだね。ラフラフは極道、はい、サマリンターフだね。バッドゥーン、バッドゥーン、バッドゥーン。最後にプラチナ核、ホロだね、はい、またこれです。ターフ、ラフターフ、ラフターフ。カステリアスマックス。おお、あやちゃんなんか聞き取り良かったね。カステリアスマックス。そうだね、うん、やっぱジバニャンとウィスパーが一番良かったかな。これジバニャン聞きましょうか。チャーミン、ドンドンバラバラドンベン、チャーミン。なんかこの句が何度聞いても変ですね。変だね、うん、面白いよね、うん、ミスパンついでに聞いてみる。はい、はい、What's up my corporeal friend? I am Whisper at your service. はい、ということで今回は海外版の妖怪メダルでした。
はい、ということで今日の動画いかがでしたでしょうか。はい、2パックだけ買ってきたので、はい、こちらですね、プレゼント企画とか用意してませんので、はい、我々用に買ってきました、こちらね。はい、はい、ということで今日の動画がですね、もしよかったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価ボタンお願いしますね。はい、はい、そしてチャンネル登録をしていただくと YouTube のチャンネル登録の一覧にマイチャンネルが出てくるようになりますので、はい、ぜひチャンネル登録もお願いします。はい、そしてコメントもいただけると大変嬉しいですね。はい、はい、そしてマイチャンネルでは Twitter、Facebook ページ、Instagram もやってますので、そちらのフォローもお願いします。はい、はい、ということで今日はこちらでいいですか。はい、最後なんかエセ外人になっちゃった。おい、なんか微妙だったね。うん、豪傑ばっかりだったのが残念だった。他の種族も聞いてみたかったよ。うん、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。